ます。じゃあ、はい、今週は京都記念の、追い切りを中心に話したいと思います。まあ、今週の注目は何といってもやっぱジェンティルドンナの棋戦だと思うんですけども、山本さん、販路での動きはどうだったんでしょうか。まあ、先週、先々週と、新たにパートナーとなる、福永祐一ジョッキーの背に、まあ、追い切りかけられましたけど、まあ、先週あたりなんか合わせるまで、ある程度負荷をかけて52秒台、まあ、休み明けですけれども、まあ、この馬なりの動きですわ。まあ、格段ね、いいっていうこともないし、まあ、悪いということもないし、まあ、あくまでね、今年初戦のレースですけど、本番は次の、ドバイなんでね、まあ、それの前哨戦仕様の、まあ、としての仕上げですわ。だから体を見てもある程度、まだちょっと余裕残しているようにも見えますしね、ひとまずは体勢は整っていますよっていうレベルです。まあ、特にね、何も言うことはないですね。今回に関しては、まあ、最大の目標は次っていう感じの仕上げ。そうそうそう、あとはコース組では当選ラーが、ね、鋭い動き見せましたけども、そうですね、まあ、むしろ調整の熱っぽさから言えば当選ラーの方が上かなという感じはありますよね。まあ、前回のマイルチャンピオンシップの時はやはり瞬発力、マイルのスピードに対応するということを課題に挙げてたので、まあ、半路中心の追い切りだったんですけども、今回は、ね、距離も 2200m ありますから、まあ、そこを視野に入れて、まあ、コース酔いをかなりこう多めにいつもよりこなしてきました。そしてまあ今週の動きなんですけども、まあ、アトランで4コーナーで置き去りにして、まあ、最後追いつかないままスーッとこう突き放しましたからね。弾けっぷりはすごいですし、まあ、今は本当に馬体面、精神面とも充実してきて、やっぱり以前より切れ味もね、まあ、数段増してる感じがするので、まあ、6歳馬になりましたけども、今が一番充実してるんちゃうかなというぐらいの、そういった雰囲気出してたんでね、むしろ面白いなこっちかなっていう感じはしますけどね。そうですね、まあ、G1 勝ってるんでね、ちょっとまあ筋量的にもね、58キロというちょっと背負いますけど、まあ、ちょっと過酷なね、ハンデでもありますけども、ただやっぱり G1 勝って、馬もすごくなんていうんでしょうね、自信を持ったのかもわかんないですし、本当にこうスケールアップしてるのを感じるので、まあ、ちょっと以前のね、この馬とは思わないぐらいの雰囲気だと思います。はい、分かりました。あとコースで気になった馬っていうのはありますか。そうですね、アンコイルドはね、すごく力強い動き見せましたね。この馬もね、相手、並走馬のペプチドウィンドがやっぱり4コーナーでね、ちょっとこの馬の動きについていけなくて完全に置き去りにされましたけども、それでも最後この馬流して高度圏なんですよね。直線はね、ちょっとこう緩めたんですけども、ただまあそれでも全体時計は非常に速いですし、この馬特有の力強い走りっていうのをね、十分にこう出した追い切りだったなというふうに思いますしね、まあしっかり仕上げてきたなという雰囲気だとは思います。それとあとまあちょっと注目はやっぱりラキシスですね。はい、3頭合わせでね、びっしり追われて、まあ、最内に合わせたんですけども、並ぶとね、やっぱいい闘争心見せますし、やはり急速にこう馬がね、力をつけて底力がね、まあ、底上げされてきてるなというような、まあ、そういった印象は非常にこう伝わってくる、まあ、雰囲気の追い切りだと思います。あとはね、やっぱりこう馬体がどれだけスケールアップしてるか、まあ、今回はね、まあ、前回もね、まあ、相手はもちろん強かったんですけども、今回はジェンティルドンナというね、直列を相手に戦うわけですから、今回ね、いい競馬ができるだったら今後も楽しみですよね。そうですね、そうですね、これぐらいですかね。まあ、穴まで行くかどうかわかんないですけども、一応有力馬と有力馬2頭を加えるとしたら大体こんな感じだと思います。わかりました。じゃあ今週の競馬で、まあ、ジェンティルドンナ当選らがどんな競馬するか、それに対してラキシスも、まあ、この金魚でどこまで立ち向かえるかっていうので注目したいと思います。ね、まあ、あとはね、雪が心配なんで、そこら辺なんとか競馬ができればと思います。西尾さん、小倉に出張だから京都の競馬も、いやいや、もうすごい気にしてますよ。はい、
東京もできるかちょっと心配ですけどね、まあ、あの無事競馬が行われることを願っています。今週は以上です。はい、お疲れ様。